リベンジャー最終回、正直微妙だった。ラストはあれで満足だったけど、終始暗い雰囲気で暗い展開やってて好きになれなかったです。あからさまに生き方が対比的なキャラも出てきて、まあやりたいことは分かったけど大絶賛できる出来ではないかな。ブログチさんの次回作に期待です。以上、リベンジャーのお話でした。